サウェリン・アップ・グリフィズは、イングランド王エドワード一世による、征服以前における、ウェールズ独立時代最後の公である。英語風に、ルウェリンと仮名表記することもある。英語では、ルウェリン・ザ・ラスト、ウェールズ語では、サウェリン・エーニシ・オラブというあだ名で呼ばれる。グイネズの公から、ウェールズ全体に派遣を伸ばした大サウェリンこと。 サウェリン、アプヨルウェルスの長子グリフィズアップサウェリン、アプヨルウェルスの次男として生まれた。大サウェリンの死後、イングランドの干渉を受けながら、一族の抗争が続いており、ロンドン島に遊兵されていた父グリフィズが脱出を図って転落死した後、軍事的才能に優れていたサウェリンは、叔父や兄弟との抗争の中で勢力を拡大し、1258年に、 ウェールズ諸公の第一人者を意味する、ウェールズ大公の称号を名乗った。折しも、イングランドでは、ヘンリー三世と諸公の争いが続いており、その感激を塗って、ウェールズ辺境の諸公領に侵攻し領土を拡大し、レスター博士モンド・モンフォールと同盟を結んで、イングランド王と対抗した。1265年に、シモンド・モンフォールが政権を握るという有利な条件で、 高和しウェールズ大公を承認された。第二次バロン戦争では、1265年8月4日のイーブシャムの戦いで、シモン・ド・モンフォールが廃止した後も、イングランドの動揺が続く中で、1267年に、ヘンリー3世から、イングランドの総主権を認める条件で、ウェールズ大公を認められた。しかしサウェリンは、ウェールズ大公として、 グイネズコの伝統的な支配地域である北部を支配するにはきたらず、ウェールズを真に統一することを目指して、領土の拡大を図っていたので、南部の諸公から激しい敵視を受けるようになった。また、イングランドが安定してくると、ヘンリー三世及びその後継者、エドワード一世や辺境諸公たちも以前の湿地の回復を試みるようになり対立関係が続いた。 サウェリン・アップ・グリフィズ1275年、サウェリンは、フランスに逃れていたシモンド・モンフォールの娘、エリナとの結婚を決め、エリナ・ラ・モンフォールの遺族をウェールズに迎え入れようとした。エドワード一世は、イングランド王に、無断で行われたこの婚約を不服とし、フランスからウェールズに向かっていた、エリナ一行の乗る船を、イングランド沖で捕獲、解放と引き換えに、サウェリンに侵入を迫った。 サウェリンが交渉を引き延ばすと、それを理由に、エドワード一世は、ウェールズに侵攻した。サウェリンに反発していた南ウェールズの諸侯や弟のダビズ・アップ・グリフィズラも参加したため、戦いは、一方的なものになり、交渉の末サウェリンは屈服し、本領のグーイネズの一部以外をすべて放棄するという、屈辱的な条件で講和した。しかし、 完全に侵入することにより、ウェールズ大公を名乗り続けることを認められ、1278年になって、エドワードの貢献の下、イングランド領内のウースターでようやくサウェリンは、エリナと結婚することができた。エリナ皇妃は相続人となる子を持っていなかったサウェリンのために1282年に娘を設けたが、その直後に病死した。一方、 ウェールズの方に代わって、イングランドの方が適用されるようになり、イングランドの役人による厳しい支配が始まると、緩い支配に慣れていたウェールズ諸公の不満は高まり、ダビズやウェールズ諸公は、サウェリンを担いで、イングランドに対して、反乱を起こした。妻を亡くし失意したサウェリンは、反乱に同調することを決意し、準備不足で、 ほとんど称賛がない状況からイングランドに対する全面戦争に踏み切った。サウェリンは自身の直接支配下にないウェールズ南部に赴いて味方を集めようとしたが、サウェリンに対して敵意を持っていた南部諸公は反乱に容易に同調せず、サウェリンはイングランド軍の待ち伏せ攻撃を受けて戦死した。サウェリンの首は切断されて、 ロンドンに運ばれて晒され、その死によって、ウェールズの反イングランド構想は指導者を失って、人生化していった。弟のダビズは、ウェールズの山岳地帯に逃れ、自ら、ウェールズ大公を名乗って、抵抗を続けたが、翌1283年に、エドワード一世に欺かれて捕らえられ、家族と共に処刑された。 残ったサウェリンの娘グーエンシアンは、リンカンシャーの女子修道院に送られ、50年近くを、ここで過ごした。彼女は1337年に亡くなり、ウェールズ対抗家は断絶した。桜井敏明、物語ウェールズ公選し、ケルトの民とアーサーを伝説集英社2017年、121ページ。 ISBN 9長7840億8721万40ありがとうございます。